はい。これ。おお。動いてる。動いてるでしょ。動いてる。動いてる。ちゃんと動いてる。ほら、これ待機モーションネプテューヌ。これゲーム中はちょっとあれですよね。その頭身が低い。あ、そうですね。そう、このゲーム内のこの 2D のまあビジュアル、これもちゃんとね本作仕様に作ってもらってますんでね。これはい。で今ダンジョンなんですけど、今ちょっとやりましたジャンプ。したり飛んだり、これ2段いけます。あ、2段いける。あ、2段いける。あとはダンジョンにできることって、あとはこうこれシンボルアタックです。ああ、はいはいはい。ダンジョンにモンスター徘徊してますんで、そのエンカウントすることによってバトルに突入するんですけど、これシンボルアタックで先制攻撃。はい、なるほど。あとはダッシュできたりとか、あとこれ、あ、出たプリン。これね、これプリンヌって言うんですよ。あ、プリンヌって名前なんでしたっけ？ちょっと変わってる。プリンヌ。プリンヌ。これ乗ってちょっと高くジャンプできる。可愛いですね。でもね、可愛いでしょ？表情も変わったりしてね。切りつけるとちょっとね。いや、切りつけられるんですよ。っていうか、こういうまあダンジョンアクションというか、プリンヌに乗ってその高いところに届くようにとかね、そういうこともできるようになってますね。はい。ちょっと移動します。こんな感じでね、そう 2D の横スクロールで移動ができましたよ。ほら、スライムが。スライム。これだからバトルです。これでバトルに入ると。バトルはですね、時間経過でその左下じゃないわ、右下かな、右下のゲージ上がってますよね。これアクションポイント。これを消費してキャラクター行動するんですけど、そのキャラクターとボタンが対応してるんですよ。例えばこれ四角ボタンを押すとネプテューヌが攻撃っていうね。割とこれが直感戦略バトルみたいなね。ボタンをポチポチ押していけちゃうってことですね。そうで、今ね、ちなみにバトルしてますけど、今日時間ちょっと短いので、敵とかあと味方とかのパラメータかなりいじってます。調整してくださってるんですね。なので敵とか結構サクッと倒せちゃいますけど、本当は製品版ではその感じではないのでね。で、これちょっと出ちゃいけない敵がね、ちょっと出てきた。これまだ調整中ということで、まあ絶賛開発中の状態ですんでね。まあでもこうね、ちょっと仮の敵が出ました。すみません、まさか出るとはね。そうですね。ちょっと皆さんこれ見なかったことでした。あんまり出ないと思ってたんですけど。脳内もないしたね。そうですね。はい。こんなこともあります。ちょっとね、若干心配してたんですけど、でもテストプレイした時はね、あんま出なかった。なるほど。出ましたよね。出ちゃいましたね。多分ね、そういうふうに言わなければ自然に敵だと思ってたかもしれない。いや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 、そこはね、正直に。今、まあちょっとバトルサクサクやってますけれども、要素の一つとしてこのフォーメーション、これを切り替えて戦略的なバトルをしていくっていうのが特徴になってきますね。今だから攻撃をするフォーメーションとか、あと回復重視のフォーメーション、その辺をこう随時切り替えていきます。あれ、ちょっとネップが死にましたね。倒れちゃいましたけど。あとはキャラクターに女神化も、そうそう、ゲージ紫、ピンクのゲージかな、これ溜まってたんで、今女神化しました。なるほどなるほど。はい、ということもできるようになってます。女神化するとパラメーター上がったりだとか、そういう効果がありますね。という感じで、なので結構もうバトル自体はもうサクサクです。ね、まあね、死んじゃってますからね。あとはもっと早く進めたいっていう。これもう早回し機能ついてます。おお、早い。はい、これで終わります。すげえ早い。サクサク、こんな早いですか。まあ便利機能ね。便利機能ね。便利な。レベル上げが楽だと。はいはい。そうですそうです。でちょうどね、今ラステーション街着きましたんで、ダンジョンからこう街が、まあ、ちゃんとね街ありますんで、ここで冒険の準備整えたりだとか、あとはまあ、ギルドでねクエストを受けたりとか、今端っこの方にギルドに行って説明聞くって書いてありますけど、これメインクエスト、はい、これが表示されます。あとは街の中にいるその人たちに話しかけることによってそのサブクエストを、はい、受注することができて、それも同じように下にこうリスト化されていきますので。はい、というこんな感じのゲームになっておりますよというのを、今日はさらっと見ていただきたいなというね。